東京ラーメンの中央部に乗せられたメンマ。切り口が直角になった黄土色の角柱のように見える。穂先メンマメンマは、竹の子を乳酸発酵させた加工食品。品ケとも呼ばれる。メンマはもともと中国南部や台湾において、マチクを発酵させ、食用としていた食品である。竹には、温帯性竹類、亜熱帯性竹類、熱帯性竹類があり、マチクは、 中国南部や台湾などは熱帯性地方に産する竹類である。収穫時期の麻竹若まで切り取れるくらいの柔らかさで、日本などに産する竹類とは質感が違うわ、温帯性竹類の間だけとは別の種である。中国南部や台湾では収穫したチクを蒸してから、さらに塩漬けにして密閉させた状態で発酵させた。あと、細かく裂いて、天日乾燥したものが、 タケノコ犬として食用にされている。また、これらに味付けしてそのまま食べられるように調理したものも流通している。日本では、ラーメンのトッピングや趣向として用いられ、塩抜きの後に炒め煮にしたりラー油に焼いたりして、調味される。国産のタケノコを使ったメンマも少量、製造されているが、国内消費量の99%は、中国や台湾などからの輸入品である。 日本各地で放置畜林の拡大防止で竹伸ばすサイト活用が課題になっていることから福岡県糸島市の男性が日本産の竹を長さ1から2メートル程度の養畜のうちに切り長さ5センチメートル程度に刻んで湯がき塩漬けするなどすれば美味しく食べられる工程を確立したこれを著書や2017年に京都市で開催された 純国産メンマプロジェクト初会合で紹介したところ、東北地方から九州までの35都府県に普及している。日本の竹とは異なる品の竹が原料であることから、日本語では元来、品地区と呼ばれていた。メンマという名称は、台湾出身で丸松物産創業者の松村、周水が第二次世界大戦後に考案したものである。語源は、ラーメン状の真区で、 中華民国政府の抗議を受けての命名とされる。麺料理にのせる細切りの具材を指す麺バジがマチクに固定化したという遺説もある。当時著名だった生発量メヌマポマードに似ているとして登録商標が認められず、1968年に桃屋が商品名として採用しテレビ CM で宣伝したことによって広く普及した。現在では品だけよりも 一般的な故障として定着している。台湾ではメンマをタケノコヒ、タケノコ糸、タケノコだけ、タケノコ編などと呼ぶ。沖縄ではタケノコ糸と呼び、柔らかく水にされた状態のものが販売されていて、豚の三枚肉と共に入り付けた寸針入りチーなどとして食べられている。台湾や中国大陸にはメンマを汁かけ麺の具材として使う習慣がない。 お弁当の付け合わせとしてよく使われている。ありがとうございます。